奪い返してあげるっていう作戦で。それいいっすね。いや、なんでザワセンクさんすか。帰ってください。カズ、おい、この間クロちゃんにボッコやられたね。いやー、もうあれ思い出させんで、あいつやっつくけん、マジで。あいつ結構負けたやろ。あいつが大の台奪った日でしょ。そう、あの日より2500円ぐらい負けたもんな。人の台奪っとってから、ボッコやられたから。あいつはそういう人間やっけ。あいつクズやわ、マジでクズ。そこで、お前にね、朗報があって、明日はクロちゃん設定狙いするらしかったね。はいはいはい。で、その狙い台、俺知っとるさ。マジっすか。ってことは、そう、逆に奪い返してあげるっていう作戦で。それいいっすね。うん、それやりましょう。俺これクロちゃんに言わんけん、はいはい、多分明日朝ホールでばったり会うやろうけん、はいはい、まあその時に見返してやったらいいかなと思ってる。あ、それいいな、やってやろう。それやろう。じゃあ明日そこのホールに行ってください。オッケーっす、やってやるぜあいつの。はい、ということでホールの方に到着しました。どっかにクロちゃんが おるはずやけんが、こそっとバレんように。いました、クロちゃんです。ぼっこりアホずらしとんな。今から俺に狙い台を取られるとも知らずに余裕の表情です。あの時の恨み返してやるぜ。バイヤーした。じゃあ行ってきます。はい、お疲れ。どうした。あ、どうしよう。あ、よう、なんうちに来たよ、そりゃ当たり前やんか。え、なんで、え、いつもこうです。いやいやいや、それはもうな、俺にもね、いろんな情報入ってくるっさ。なんか最近、まあ、このホールあんまり人おらん割には設定入よるとか言えるし、しかもなんかね、いつもいつもなんかクロちゃんが積もっとるっていう話を聞いたんよね。ちょっと今日は邪魔しに来ようかなと思って。あれ、いや、なんで邪魔しに来たんすか。帰ってくださいよ。何打つですか、ちなみに。いや、それは教えられんよ。俺も昨日一応データ取り行ったけんね、ここに。あ、なんかもう狙いは決めてるけど。あ、マジか。うん、あ、最近結構絆入っとるらしかっすけど。あ、そうなん。角形とか結構出る。あ、出とるっすよ。マジで。はい、絆か、ちょっと絆頭になかったけどな。ヒカルちゃんはなんか打つの決めたの。いやー、どうすかね。それはちょっと教えられんすね。おお、自信ありげやね。まあでも狙い被らんやろ。そうっすね。結構台数あるけんが、そこまで被ることないと思うんですけど。いや、ちょ、やめてください。ちょ、やめてください。今日は仲良く積もって。そうっすね。そうね、今日は2人積もって美味しいものを食べます。そうね、いかんばね。もうそろそろ抽選じゃないかも。もうちょい始まんね。もうちょい抽選なんだ。これ4番。ああ、まあ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 、何番。俺のが早かね。へい。へい。俺の狙い台よ、それは。いや、だるかって。は？え、ちょっと待って、なんで？ちょ、外行きましょう。ちょ、外？何？なんで、なんで？いや、ちょっと話しましょう。わー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 。何よ、どうした？そんな焦って。あれ、汗かいてきた。いや、俺狙い台取れたけど、もう早く回したかったね。いやいやいや、絶対6やわ、あれ。いや、違う。絶対6やわ、あれ。いや、ちょっと待って。え、どうした？ちょっと待って。もしかしてかぶった？狙い。ゆっくりかぶっとるて。わ、奇遇やね、やっぱ仲良しやな、俺らな。いや、だる、え、なんで。もうここしかないと思ったもんね、俺データ取って。あー、ここやわ。なんで知っとる。え、いやいや、何知っとるって。俺の、もう狙いだけで、別に知っとるとかな。いや、絶対それはなんか、いや、だって俺結構言っとすもん。誰も来とられたら、いや、なんなら全然来とられたし。いや、全然来てないね。いや、やっぱプロやけんね、そんぐらいもう見抜けるやろうね。1日データ取れるだけで積もれるはず。仲やつだ、あそこ。確かろ。いや、絶対なんか言っとんもんね、誰か。なんか知っとっ、誰かに喋ったと、狙い。あー、待って兄さん。ようやく気づきましたか。やっとるやろ。は？
や、ちょっと、マジで切れたわ。今から電話する。ぼっくり腹かいとるわ。寝ろって早う。ニコールいないぞ。エウレカ、エウレカ。よーし、お疲れ様です。いや、どうしたじゃないっすよ。やりました。いや今日カズさんが来たんすよ。ああエウレカのやつで行くって言うのって、いや、教えたんすか、もしかして。ああ、ちょっと口滑ってあげた。俺やってやりましたよ、銀さん。はあ、そういうことか。いいのが取れたな、こりゃ。はあ、マジうぜ。おい、気になっていきなり。どんばーい。だったらーマジだるよ、ほんとに。ドッキリ、大成功。いや、マジでうざい。よしよし、じゃあ俺もう行こう。エルカー歌んばけんさ。抽選も俺のが早かったし、しょうがないやろ。いや、だる。いや、もう帰るし、もやることないし。帰るぞ。あ、お疲れ。またね。ありがとう。またよろしく。また連絡するけん。じゃねー。どんまーい。バイちゃん。バイちゃん。あー、お疲れしたー。エウレカー、エウレカー。どうも、銀城チャンネルのカズヤです。先ほど、クロちゃんから台奪いました。あいつ帰りましたね。もうやることねえし。帰る。死ねーっつって。バカだねー、ほんとあいつはねー、バカだねー。あんな余裕ぶっこいとるけん、俺に台取られるさ。まあでもあいつの狙い台がね、ほんとに毒なのかどうかわからんけん、あいつがパワーだけで出してる可能性もあるし、今から俺が実際に打って判別しながら回していこうかと思います。それでは行ってきます。エウレカ。
はい、ということで中間報告します。時間が今だいたい5時前ぐらいかな。挙動の方はありがとうございます。バキバキでございます。やるなクロちゃんで、ね、朝一のね一発目の初当たりが6周期まで行って、あいつやったなクロちゃん、下手くそだと思ったんだけど、
まあ、6周期で当たったけん、6周期で当たるのはね、ロックだけ別格でめちゃくちゃいい挙動やし、でね、エピボンをもう 2,3 回ぐらい引いて、あとビッグ中のね、外れるのパーセントの溜まり方もバキバキなんで、めちゃくちゃ溜まるんで、めちゃくちゃ楽しいっす。なんでちょっとね、朝ちょっと時間、クロちゃんに時間取られてちょっと押してるんで、分回しモードに入ってね、閉店まで回していきたいと思います。それでは後半戦行ってまいります。ドーン。お疲れ様です。実戦終了いたしました。結果報告の方していきたいと思います。投資が460枚、回収が2652枚で、プラスも2152枚。はい、勝利。まあしっかりね、最終的にもレインボートロフィー出して6角出したけん、6やった。6はやっぱ楽しいわ。クロちゃん、ありがとうございます。本当にありがとうございます。で、一つね、ちょっと大の音量がね、いつもの癖でちょっと音量の方をちっちゃくしてて、ちょっと聞こえなかったと思うんですけど、本当にちょっとそこは申し訳ありませんでした。はい、ということで今回の企画はね、こんな感じで終わりたいと思います。まあ次回からもどんどん楽しい動画上げていこうと思うんで、チャンネル登録の方よろしくお願いします。バイチャー。